それで都の様子はどうだった？大阪に集まっていたという軍勢はもう国元に戻ったのか？その件はもう解決したらしいですよ。ですが一難去ってまた一難という感じらしいですね。何でも上杉景勝という大名が近々大きな戦を仕掛けるという噂が都中に広まっとっての。五大老の一人でもある大大名だ。陸奥にある会津って国を治めてる。ただの噂じゃねえのか。本当に戦が起こったら他の大名たちが黙ってねえだろう。お前ぐらいの年だと理解できないかもしれないが、昔は本当に些細な理由で戦が起こったものなんだぜ。ここ10年近く国内で戦が起こらなかったのは、主だった大名が朝鮮に行ってたこと、そして何より秀吉って権力者が他の大名たちを力で押さえつけてただけだからな。それがなくなれば力で他国の領土を奪い領地を広げようと考えるのは無理からぬことですね。ここ10年ほどが例外だっただけです。何より天下を預かっている徳川家康が他の大名たちを挑発するような行動を繰り返していますから、上杉家の動きが目立っているだけで他の大名たちも反感を抱いているのは間違いないと思いますよ。八瀬姫からは人間に関わるなと警告されたが、もし騒乱が全国に飛び火するのであれば我々も無関係というわけにはいかぬだろうな。何を言っておる。姫の言葉に背くつもりか。こたびの騒乱はもしかするとかつてない規模になるかもしれん。そうなれば我々も無関係ではいられまい。今日が戦場にもなればこの八瀬も無事では済まぬであろうと言っているのだ。和也たちが例の賊に会ったのは伏見だって言ってたな。あそこには大名屋敷が数多くある。その賊がなぜそんな場所にいたのか気になるな。賊は人間には関わるなと警告していたのですよね。でしたらあえて彼が嫌がるような行動をとってみましょうか。そうしたら我々の前に姿を現すかもしれませんし。おう、真にしちゃ珍しくいい意見じゃねえか。賛成だぜ。おびき出しか。悪くはない。本当に賊をおびき出すだけの行動なんだろうな。もちろんですよ。ま、気は進まねえが、姫が飲まされた毒の正体を知ってるのはあの賊だけだしな。
なんとかしてあいつを見つけ出さなきゃ。姫はこのまま眠ったままだろうし、他に方法はねえんじゃねえ。